100人以上じゃないですかね。僕は今日157番目のグループなのかな。さあいよいよ最前線に来ました。この後に唾液検査があります。おはようございます。というわけでですね、今日は帰国前夜でございます。僕が今どこにいるかというと、ちょっと場所の看板とかがなくて分かりづらいんですけど、ですね、ここはラオスの保健省が管理している場所ですね。場所の名前で NCLE というところです。ナショナルセンターフォーラボラトリー&エピで、ちょっと分かんないです。あと最後のところがちょっと分かんないですけれども今ここでですね、すごいおそらく多分合計100人以上じゃないですかね、の人が PCR 検査を受けるためにここで待っております。おそらく全員が多分明日のフライトなのかな、韓国行きのフライトが半数だと思うんですけれども、それに乗るために、こちらで待ってますね。8時半オープンとのことですけど、なんか列が動いてる感じがしないですね。はい、というわけでですね、今列の中にいるんですけど、朝の9時に僕ここに着いて、で今10時半なんですね。ただ列が多分まだ半分も終わってないです。なのでこれ全部終わるのにおそらくあと1、2時間ぐらいかかるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。こんな感じで待ってます。でパスポートとチケットがいるんですけど、そのパスポートをあそこでちょっと見えづらいですけどコピーして、でそのコピーしたやつをゲットしたら PCR チェックが受けれるみたいな感じっぽいですね。さあさっきはちょっと時間が経ちましてですね、こんな感じの整理券をもらいました。157です。僕は今日157番目のグループなのかな。さあ見てください、いよいよゴールが見えてきました。こう行って、あそこでお金払って、で、あそこでテストですね。料金の支払いが終わりました。65万キープですね。中国人の人はなんか80万キープとか、あとは海外に留学しに行く人は50万キープとか、結構料金にいろんな違いがありましたね。でなんか向こうで、コピーを取ってパスポートとかので、なんかちょっとこれを持って今からあちらですね、あそこで PCR チェックです。いよいよ最前線に来ました。この中でチェックです。ちょっと鏡になっててわかんないですね、中の様子がね。プライバシーに配慮してますね。はい、終わりました。鼻からだけということで、今ちょっと日本の政府のルールがそういう風になってて、普通ラオスでPCR 検査するとき鼻と喉両方で検査するんですけど、鼻と喉の両方に綿棒突っ込んで検査するんですけど、僕はまあ鼻からだけということで、それでやってまいりました。もう本当にきつ、これやるの多分3回目ぐらいなんですけど、僕いや、 やっぱ慣れないですね、きついねいやー、ということで終わりました、無事。いや、よかったよかった。多分ね、今ちょっと携帯の電源が切れてて時間がわかんないですけど、おそらくですね、今多分12時前ぐらいだと思います。うん、要するにですね、ここに着いてからなんと3時間経ってやっと受けることができたと。非常に時間のかかる、多分フライトの前日とかめちゃくちゃ混んでるんですね。うん、それ以外の日に僕1回来たことあるんですけど、1人しかいなかったんで、なんでしょうね、だからすごい忍耐必要です。来るんだったら水を持ってきた方がいいと思います。途中で水飲んでる人がいて、うわ羨ましいわって思いましたもん。暑って、松の外ですからね、やっぱり室内で待つってことができませんから、密ですから。おじゃす。というわけですね、今日はもう帰国でございます。もういきなり帰国ですけれど、まあちょっとドタバタしてたんで、今空港ですね、夜の便なんですけど、まあまあ人いますね。うん、2便くらいしかないんですけどね、もう本当いつもだったらこの時間でも5、6便くらいあるんですけど、今から、ただ今からは2便しかないですね。で、まあまあ人います。結構もういろんな国の人が、多分ほとんどが韓国行きに乗る人たちだと思うんですけど、もう西洋の人も多いし、日本人もちょこちょこいるしみたいな感じですね。うん、よし、ということでボーディングが終わりました。結構ね、驚きですね。今までラオスで飛行機乗ってこんなに時間通りに
ボーディングが始まったことないんで結構驚いてます。いつもボーディング時間1時間経ってから始まるくらいなんですけど、やっちゃいますね。院長に着きました。結構肌寒いですね。いや、よかった、上着着てきていて、パーカー着ててよかったっす。さあ、ということで無事ですねトランスファーできそうですね。今僕はターミナル1にいて、ちょっとターミナル2に行かなきゃいけないみたいです。さあ、空港に着いてからですね、早速番号のついた椅子に並べられて、でそこで書類をチェックするんですね。でその後に唾液検査があります。結構大変なんですけど、唾液をね結構な量入れなきゃいけなくてですね、僕の横の人めっちゃ唾入りましたけど、僕の方が早く終わっちゃいましたね。唾液検査のところにはなんか結構唾液が出やすいようにレモンと梅干しの絵が貼られてたりするんですけど、あんまりそれ効果なくて、個人的にはここマッサージすると唾出やすくなるみたいな、そっちの方が良かったですね。見てください、荷物がめちゃくちゃ綺麗に並べられております。続いて東京2020が未だにあります。エナチャンネルご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは旅に関する動画を上げていっております。少しでも面白いなと思ったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次の動画を作る時のモチベーションになります。ありがとうございました。それじゃあまた。